木先生、よく覚えていてくださいましたね。ええ、早いもんですね。もうあれから1年ですか。ご就職は？ええ、なんとか決まりました。それから原田のやつも。原田さん、お元気ですか？ええ、相変わらずです。あ、そういえばまた新しい彼女を見つけたようですよ。会いたいですね。ええ、原田のやつもきっと喜ぶと思います。京子とはたった2年しか暮らせなかったけど、あいつも僕も幸せだったと思います。今日はわざわざ京子の命日のためにありがとうございました。あいつもきっと喜んでると思います。忙しかったんじゃないんですか。いえ、送っていきましょうか。いえ。
大丈夫か？ええ、病院どうだった？同じ、どうせ治らないのにね。お金の無駄みたい。よくそんなお金があるな。ここは宗像と京子ちゃんが知り合った場所なんだ。京子さんとどんな人だったの？いい子だったな。みんなに好かれてた。宗像さん、よく立ち直ったわね。どうすることした？セブンじゃやっぱりまずいんじゃないかな。やっぱり会社に入って日産の車買えなくて。今のやつ10万までだったら出す。10万は安いよ。なあ、そうか。11万8000円。ダメ。ところで原田もうすぐ来るんだろ？もう帰ってくるんだよ。俺聞いたけど、あいつ茨城？何が？勤務先。何それ？俺聞いたよ、茨城って。嘘、大阪だろ。なんで、やってるじゃん。そりゃまあ、ぴったりだな。うん、ぜひとも行ってほしい。そう、茨城に。うん、そうだろ。うん、うん、情けないよ。食うんじゃねえ、お前。さっきから。はい。よ、お、お、お、こんばんは。遅いぞ。あれあれ。あ、車ありがとう。なごちゃん連れてくるんだったら早めに言えばいいのに。ははは。じゃあそろそろ始めようかな。よし、始めよう。じゃあ、とその前にさ、ん、俺たちなおこさんのことをよく知らないんだけどな。あ、あれだ、紹介してやれよ。うん、なかだと小池は知ってるね。じゃあこいつが小池のバンド仲間で、ハーリーちゃん。初めまして。で、こっちはゆきちゃん。それから、西村直子です。実は、まだ俺もこの子のことは知らないんだ。わかる。あ、あのね、直子さん。こいつね、知ってますか？1年の時ね、失恋するたびに旅に出てたんですよ。お前旅に。足怪我でもしてるのかな？いいえ、小さい頃からずっとこうなの。ああ、悪いこと聞いちゃった。いいの、気にしてないから。これ、用があるから。小池、どうかしたのか？そうな、あいつさ、自分だけ就職決まってないもんで拗ねてんだよ。そんなことないと思う。それよりよ、もう早く始めちまおう。うん、な、うん、それじゃあ、みんなで飲むのも今日で最後になったけど、
明日は東京行ってしまう宗像と、明後日茨城へ行ってしまう。バカ、大阪だよ。茨城行けば。バカ、もう決まってんだよ大阪に。まあいいか。じゃあ大阪へ行ってしまう体のために乾杯。乾杯。乾杯。悪いな川口、これも宗像もお前らならストライブ行けなくなっちゃうって。いや、いいよ。もう少し会場が早く取れればよかったんだけどね。まあ仕方ないさ。ところで練習はもう行ってんのか。みんなえらい張り切ってるみたいで、特に小池な。その通り。最近隣がうるさくてさ、よく眠れねえもん。始まって最近じゃ何をやってるのか俺でもよくわかんないんだ。何かあったの？さあ聞いたことないな。宗像さん何で始末？3時頃だろ。行く前に俺のところに来ることになって。あと、最高。
行け。昨日はどうかしたのか。別に。いや、彼女がやたら気にしててさ、お前に嫌われてるんじゃないかって。お前、あいつのどこが気に入らないんだよ。足が気に入らないね。何？いかにも同情を誘うようなあの歩き方がさ。貴様、冗談だよ。借金もうとっくに傷が切れてるんだが。いくらぐらい？40万ぐらいかな。40万ですか。我々も小池さんのために心配しとるんだが。もともとお前がビュース合わせるからいけないんじゃねえか。だから練習しないでさ、曲決めとこう。やる曲ね、もう時間あんましないし。そうだね。じゃあどうしようか。最後だからね、なんか言わせたいな。でも時間ないからやっぱ簡単なやつでね。さ、あの昔やってたやつ、ゴール君だ。あれは古すぎるんじゃねえか。簡単は簡単だけど、キーボードは簡単だよね、あれ。じゃああんまし難しいやつはね、やっぱりできるやつがいい。ストリートバイオだし、あ、一回やった気だし。そうだね、やりやすいことはやりやすいんだけど。だからあれやるな。できない。え？キーボードできない。頑張る。だからさ、うん、あれやるならビクティムオブイリュージョンを削って。 あれギター、そうね、あれギター難しいもんね。ちょっと俺無理かもしれない。どうしようか。いや、そうしようか。それでいい。ちょっと来てくれ。
宗像が車を売ったんだ。ちゃうけどいいの？わからない、自分でもどうしようかって。原田のこと好きなんだろう。でも足いつ頃から悪いの？よく覚えてないんだけど、小さい頃交通事故でってお母さんも言ってた。よく見て。キャン！
きゃいいんだよ、あんなやつ。いいえ、違うの。何が違うの？私が悪いの。え？なぜだかわからないけど、私急に怖くなって。何が？彼の目。あの悲しそうな目が。